昔々地球には人間とモンスターという二つの種族がいました。ところがある時二つの種族の間に戦争が起きました。そして長い戦いの末、人間が勝利しました。人間は魔法の力でモンスターたちを地下に閉じ込めました。それからさらに長い時が流れ、イビトザン2010年、それは登った者は二度と戻らないと言われる伝説の山でした。ポケモンみたいだな、音が。アンダーテール、はい、ということでやってきました。どうも皆さんこんにちは、ヨヨンでございます。ということで、スイッチでね、ついにアンダーテールが配信開始したので、アンダーテールやっていきたいと思います。 Please any button start。ボタン操作 A 確定、 B キャンセル、 X フィールドメニュー、 HP が0になるとゲームオーバー、ゲームを始める、設定をまずは見たい、言語日本語、決定、あ、 OK だね。これでフレームなしってなんだろう、シンプル、セピア、ダイナミックなし、まあこれはとりあえず最初はなしでいっかじゃん。リセット、閉じる、あ、ちょっと待って、あー、何やってんの、閉じる。よし、じゃあゲームを始める、やっていこう。落ちた人間に名前をつけてください。人間に名前をつけるだと、じゃあ今回はユヤヨンでいきましょうか。確定、この名前でよろしいですか、ユヤヨン。はい、レッツゴー。さあ始まったぞ。お、あ、え、もう動けんだ。これが主人公？なんか、目が寝てるやん。一応、あの、操作の方はプロコントローラーで操作しているんですけども、一応、ま、十字キーのやりやすいよね。多分。でも、斜め移動もあるんで、一応、そっか、スティックでもいいんか。はい。じゃ、とりあえず、先へ進んでみますか。お花がいる。一応、あの、アンダーテールは初見なんで。うん。まあ、全然わからないんで、初見通りやっていきましょう。お花、あ、なんでびっくりした。ハロー、僕はフーライ。お花のフラウィー。ん？フラウィーか。フラウィーさん？お花のフラウィーさん？君は、この地底の世界に落ちてきたばかりだね。そっか、じゃあさぞかし戸惑ってるだろうね。この世界のルールも知らないでしょ？それなら僕が教えてあげよう。準備はいい？行くよ。うんうん、ハートになった。そのハートはね、君の魂さ。君という存在そのものと言ってもいい。はじめはすごく弱いけど、レベルがたくさん上がるとどんどん強くなれるんだよ。レベルっていうのはラブ、つまり愛のことさ。君もラブが欲しいでしょ。待ってね、今僕がラブを分けてあげるから。この世界ではね、ラブはこんな風に白くてちっちゃな仲良しカプセルに入れてプレゼントするんだ。それじゃあ行くよ。さあカプセルを追いかけていっぱいいっぱい。え？バカだね。この世界を殺すか殺されるかで、こんな絶好のチャンスを逃すわけないだろ。死ね。何いきなりやってくれたな。おお、おお、どうした。情けないわね。罪もない子供をいじめるなんて。怖がらなくても大丈夫よ。私はトリエル、この遺跡の管理人です。毎日ここを見回って落ちてきた子がいないか確認しているの。人間がこの世界に来たのは本当に久しぶり。さあ行きましょう。遺跡を案内してあげるわ。お前いいやつなの？なんかこいつも怪しくない？もうみん誰も信じられないな、いきなり。初っ端から誰も信じられないわ。なんだこのゲームは一体。
こっちよ。ついてちゃっていいの？この真っ暗なこのすごいな雰囲気がね。光ってるね、なんか。そびえ立つ遺跡を目の当たりにして決意がみなぎって、HP が満タンになって、セーブ、もうセーブができるんだね。この光でセーブができる感じか。さあ、あなたは今日からここで暮らすのよ。遺跡の仕掛けについて教えておくわね。ここにはたくさんのパズルがあるの。侵入者を撃退する昔からの技術よ。部屋を移動するときはパネルを解かないといけないわ。だからよく見て慣れておいてね。は？おっしゃってもいいの？先へ進みたくば迷いを捨てよ。真の勇者も愚か者も中間の道は歩ます。そうか、真の勇者も愚か者ももう一瞬でなるということですね。この先進むには正しいスイッチを押さないといけないの。でも大丈夫、ちゃんと印をつけておいたから。看板の前で A を押すと呼べるって看板に書いてあったら最初がわからないじゃん。ひとたび道を定めたら心を変えることなかれ。ほう？なにこれ。押せっつってるよね。あ、押したよ。こっち押したらどうなるの？そっちじゃないわ。左のスイッチ押すなよ。ちゃんと印つけておいてあげたでしょ。そうか。おう、よくできました。偉いわね。さあ、次のお部屋へ進みましょう。うん、こいつはいいやつなのかな。あなたは人間だからモンスターに襲われることもあるでしょう。そんな時にはどうすればいいのか知っておかないといけませんよ。大丈夫、とっても簡単ですからね。ともすぐに遭遇するとバトルが始まるわ。バトル中はモンスターと仲良くおしゃべりをするのよ。そうやって時間を稼いで私の助けを待ってね。試しにそのマネキンに話しかけてごらんなさい。マネキン、よう、マネキン。始まった。マネキンが現れた。戦う行動、相手を見逃す。戦う、なんだ、待っててねって言ったから行動がいいんじゃない？話す。マネキンに話しかけた。いや、マネキンだぞ。会話は弾まなかった。そりゃそうだ。トリエルは嬉しそうだ。You win! ゼロEXP、O じゃねえか。経験値とゼロゴールド獲得してねえんだよ、それは。獲得とは言わない。そう、それで今、成仏に行ってきたわね。ちょっともう戦うって言ったらどうなってたんだろうね。この先にもう一つパネルがあるわ。あなたに解けるかした。え、風儀が襲ってきた。え、何、じゃあまた。お、話すがないじゃん。褒める、脅す、分析。いや、戦ってみようぜ。ちょっと風儀戦う。ミス。え、何すんの。ミスった。You win。 獲得だから、獲得してねえって。それは西の間は東の間の青写真は。西の間は東の間の青写真、意味はわからないですね。おっと、トゲ山がいっぱいあるね。これがそのパネルよ。でもここは手をつないで一緒に渡りましょう。何、え、あ、すげえ、え、すごい、トゲが歩いてるとこだけなくなる。こいつはいいやつなんだな。じゃあきっと最後に騙されるパターンかな。怖いね。あなたにパズルはまだ危険すぎるものね。ここまではとても上手にできたかね。でも次はすごく辛いお願いをしなければならないの。この部屋の向こうの端まで一人で歩いていくのよ。どうか悪く思わないでちょうだいね。何。いやー怖いわ。はい、ということでね、アンダーテール、なかなかちょっと面白そうですね。まあ、とりあえずね、今回、この辺で一旦終わりにしようかなと。また次回ね、ちょっとこの気になるこの続きから、また続きをやっていきたいなと思いますんで、まあ、初回はこの辺で終わりにしておきたいなと思います。ということで、アンダーテール、任天堂スイッチついに配信開始されましたんで、ぜひ気になってる方ね、ダウンロード版に関してはとても安いので、まあ、買ってみても、
いいんじゃないですかね。ということで、じゃあ今回はこれでお会いしましょう。また次回、ここの続きからね、やっていきたいと思います。では皆さん、さよなら。